皆さん、こんにちは。現在、F1 界で最も注目を集めているレーシングドライバーの角田裕毅さん。角田裕毅さんはシーズンオフにレッドブルの F1 マシンをテストする計画があるそうですが、シミュレータで試した感触としては、自分のスタイルに合ったマシンという印象だといいます。そして、ある賞にノミネートされ1位にも選ばれています。今回は、そんな大注目の角田裕毅さんについていろいろと調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。フォーミュラ1、F1 という世界最高峰のモータースポーツで活躍を続ける角田裕毅さん。2023年シーズンの最終戦アブダビグランプリ後に、同サーキットで予定されているテストセッションで、競合チームレッドブルのマシンを操る機会を得ることが決まりました。このニュースは、日本のモータースポーツファンの間で大きな話題となっています。角田さんはすでに、最新のシミュレーション技術を駆使して、このテストに向けた入念な準備を進めていることを明らかにしています。F1 において、シミュレータでの練習は実際のレースに劣らず重要な役割を果たしています。最新のシミュレータは実車の挙動を極めて正確に再現することができ、ドライバーはマシンの特性を事前に把握し、セッティングの方向性を見出すことができるのです。これまでレッドブルの育成プログラムの一環として、姉妹チームである RB、旧アルファタウリに所属して F1 キャリアを積んできた角田さん。しかし、レッドブルの現行 F1 マシンに触れる機会は限られていました。今年、デモンストレーション走行で旧型マシンを運転する機会はあったものの、最新のマシンでのテストは今回が初めてとなります。この機会の実現には、長年 F1 で技術を磨いてきたホンダの後押しがあったとされています。ホンダはレッドブルに対してパワーユニット、エンジンを供給する重要なパートナーであり、その関係性が角田さんのテスト実現を後押ししたと言われています。レッドブルといえば、2021年からマックス・フェルスタッペン選手が4年連続でドライバーズチャンピオンシップを獲得する、まさに黄金期を迎えているチームです。しかし、その強さの裏には難しいマシンという特徴があります。フェルスタッペンのチームメイトたちは、同じマシンでありながら、しばしば十分なパフォーマンスを発揮できずに苦戦を強いられてきました。レッドブルのマシンは、特にコーナリング時の挙動がピーキー、車の限界付近での操作が難しい、と言われています。しかし、角田さんはシミュレータでの経験を通じて、このマシンが自分のドライビングスタイルに合っているという手応えを感じているようです。レッドブルのマシンがどういうものなのか慣れるために、いろいろなコースをシムで走りました、と角田さん。とても速いマシンです。少なくともシミュレータでは僕たちの車、RB と違う感触で、すごく気持ちよく走れます。コーナーでもかなりスピードを維持することができるんです、と、その印象を語っています。さらに、僕たちの車と比べても、かなりシャープに曲がりますね。でもフィーリングは素晴らしいです。いつもはシミュレータ業務というと、仕事、って感じがするじゃないですか。でも、レッドブルに乗ってみて、ちょっと楽しいと感じる瞬間がありました、と、その喜びを隠さず語っています。少なくとも、シミュレータで経験した限りでは、このマシンが自分に合わないという感覚はありません。むしろ自分に合っていると思います。だからとても良いものになりましたという角田さんの言葉からは、実際のテストに向けた強い自信が感じられます。そんな角田さんに、嬉しいニュースが飛び込んできました。JAF、日本自動車連盟が2021年から実施している、ドライバー・オブ・ザ・イヤーの2024年度受賞者に選ばれたのです。この賞は、その年に最もモータースポーツ界を輝かせたドライバーに贈られる栄誉ある賞で、今年で4回目の開催となります。選考にあたっては、純粋な競技の戦績だけでなく、モータースポーツの認知度向上への貢献や、メディアからの注目度なども重要な評価基準とされています。選考過程では、まず JAF モータースポーツ振興小委員会やメディア関係者による有識者投票によって候補者が絞られ、最終的に角田さん、坪井翔さん、ジュジュさんの3名が一般投票の対象となりました。結果として角田さんは、
総投票数96,994 票のうち48,38票という圧倒的な支持を集めて受賞を果たしました。この数字は角田さんがいかに多くのファンから支持されているかを如実に示すものと言えるでしょう。具体的な内訳を見ると、 X での投票が 21,550 票、ウェブでの投票が 9,902 票、有識者の票が 9,386 票となっています。今シーズン、角田さんは RB チームから参戦し、幾度となく入賞を果たすなど、中団グループで目覚ましい活躍を見せています。その実力は、トップチームであるレッドブルレーシングへの昇格が真剣に議論されるほどの評価を得ているのです。ただし、この受賞をめぐっては、一つの議論も巻き起こっています。それは、有識者票の内訳についてです。最終候補に残った3名のうち、全日本スーパーフォーミュラ選手権に史上最年少かつ日本人女性として初めて参戦し話題を呼んだジュジュ選手と、角田さんの有識者票が同数、9,386 票だったことが、一部のファンから疑問視されているのです。JAF は一般投票、X と Web の合計と有識者票の配分を7対3とし、各候補者への有識者票数を安分して加算していますと説明していますが、実績面で角田さんが上回るにもかかわらず同票となった点について、ゆうきとジュジュの有識者の票数が同じ、角田くんとジュジュさんとの有識者票が同じなのが驚きですねといった声が上がっています。ただし、この賞がメディア露出や話題性も重要な評価基準としていることを考えれば、女性ドライバーとして大きな注目を集めたジュジュの高評価も一定の理解ができる部分かもしれません。一方で、角田さんの将来を考える上で重要な話題も浮上しています。それは、現在レッドブルで苦戦を強いられているセルジオ・ペレス選手の後任として角田さんが昇格できる可能性についてです。レッドブルのチームアドバイザーであるヘルムート・マルコ博士は、角田さんについて興味深い見解を示しています。マルコ博士によれば、角田さんには速さ以外の何かが欠けているというのです。この発言は、最終戦アブダビ GP 後に予定されているペレスの契約見直しに関連して語られました。アブダビの翌日の月曜日に会議があり、そこで決定が下されるだろうとマルコ博士は語っています。現在、角田さんよりも RB に新加入したリアム・ローソン選手やウィリアムズで活躍するルーキーのフランコ・コラピント選手の方が、2025年のレッドブルシート獲得の有力候補として見られているようです。また、一部では角田さんとホンダの強い結びつきが、かえって昇格の障害になっているのではないかという見方もあります。2026年にホンダがアストン・マーティンチームのパワーユニットサプライヤーとなることが決まっている中、この関係性が複雑な要因となっている可能性が指摘されています。しかし、角田さん自身はこのような見方に対して前向きな姿勢を示しています。カタールでの取材に対し、彼らにインタビューして聞いてみたらどうですか、彼らは時々勇気も候補の一人だと言いますが、それが本当かどうかは分かりませんと冷静に対応しています。角田さんの元チームメートで友人のピエール・ガスリ選手は、角田さんについてレッドブルレーシングで走る資格があると評価しつつも、最終的にはその決定はパフォーマンスだけが判断基準ではないと現実的な見方を示しています。さらに、フェルスタッペン選手の父であるヨス・フェルスタッペン氏も、息子により競争力のあるチームメートが必要だという見解を示していますが、その候補として念頭に置いているのは角田さんではなくローソン選手のようです。マルコ博士は角田さんの現状について、彼はブラジルとラスベガスで2回非常に良いレースを見せたと評価しつつも、残念なことに彼はブラジルの前に2つの愚かなミスを犯した、勇気にはスピードはあるが一貫性と安定性に欠けている、しかし彼にとってうまくいった時は非常にうまくいくとその課題を指摘しています。いかがだったでしょうか。今回は角田勇気さんについて深掘りしてきました。角田勇気さんはこれからの日本のレース界を引っ張っていく人物の一人であることは間違いないでしょう。一貫性と安定性という課題はありつつも、
周囲の評価はうなぎ登りのようです。角田裕毅さんの今後の活躍からも目が離せません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。